こんにちは、おはようございます、こんばんは、はとくまです。今日も世界中のフィットネスを皆さんと一緒に共有していこうと思うんだけれども、今日の話はですね、ジャパンプロの話なんだけど、気づけばあと1ヶ月後がジャパンプロということで、その前の日がアマチュアオリンピアジャパンかな、多分そんな感じだったと思います。土日でやるはずなんだけど、だからまあアマチュアオリンピアジャパンでもしプロになったね、メンズフィジックの選手がいればジャパンプロに出れます。本来であればジャパンプロってボディービルとか、あとメンズフィジーク女子のカテゴリーってやる予定なんですが、今年に関してはコロナ禍で、日本とかも今渡航制限まだしているので、そういったところからボディビルやらずにメンズフィジークとあとビキニかなをやるみたいです。でビキニは日本のねプロも出るみたいですけど、メンズフィジークもまただから日本人のプロがいっぱい出るのかなって思ってます。ただもうこれはハトクマの要望ですよ。で皆さんもぜひねコメント欄に書いてもらえればと思うんですけど、海外との選手の戦いが見たいわけです。日本でね、日本で見たいわけですよ。だからオリンピアで言えば湯浅さんが戦ったじゃないですか。湯浅さんの隣に誰がいましたか？皆さん、ブランドン・ヘンドリクソンですよ。このブランドンが湯浅さんの隣にいたわけですよ。それがめちゃくちゃ熱いじゃないですか。結果とかももちろん大事だけど、日本人選手がオリンピアナンバーワンと並ぶっていうさ、これが見たいわけです。あとはやっぱカネキンさんですよね。カネキンさんが海外の大会に出てプロデビューしました。で、3位に入った。その結果も素晴らしいし、その海外のトッププロとやっぱ並んだっていうのが、やっぱその海外のフィットネス大好きな人としては、めちゃくちゃ熱いものがあったわけですよ。キム・エンジェルとかさ、ブーアン・チャーハンとかさ、ああいう人たちと並ぶわけじゃないですか。もちろんその日本人のトッププロたちが並ぶ東京プロみたいなのも、めっちゃ楽しいですよ。楽しいし、もう見に行ってモチベーションすごい高まります。ただやっぱり次はね、海外の選手と並ぶ日本人っていうのを見たいわけなんですよ。っていうことで、メンズフィジークしかやらないんですけど、海外の選手なんとか来ないかなと思ってるわけです。で、ちょっと調べたところですね、これ合ってるのかわかんない。間違ってたら、指摘いただければと思うんですが、今日本のね、入管法に基づく入国制限対象地域っていうのが、モンゴルとか、あとIFBB プロが多い地域で言うと、カナダ、アメリカ、あとブラジルとかかな、南米ですね、中南米とか、あと欧州ですね、ヨーロッパとかその辺とかが入ってるみたいで、この辺の選手はだから多分来れないとは思うんですよ。オリンピックってさ、だからすごいよね、夏にやった。もうこの辺の選手とかも関係なくみんな来るわけじゃないですか。ただジャパンプロとかさ、IFBB プロっていうので、来るっていうのは難しいっていうことですよね。そういうのでだから結果、ネイさんとかさ、一部の選手は来れなかったり、ウィリアム・ポナクとかもアーノルドは出れなかったりしたわけじゃないですか。っていうので、多分この辺の人は出れないと。ただここに韓国と中国っていうのがねなかったんですよ、情報でね。だから韓国と中国のメンズフィジークのプロは来れるのかなと。でプラス韓国はさ、一応韓国の大会とかあるんですよ。ただ今年に関してはもうそのアジアでやる大会って日本のジャパンプロしかないんですよね。ってなるともう来年のオリンピアの大会決めるために、出るとかになってくるんですよ。ってなれば、今年取っとくといいことっていろいろあると思うんですよね。来年に向けて1年近く準備できるし、心の余裕もあるじゃないですか。あとはジャパンプロだからって言い方するとあれですけど、やっぱそのアメリカとかの大会に今後出れるようになったとして、そっちに出るしかないってなっても、そのブランドンとかさ、レイモン、ブランドンが決めてるからあれだけど、レイモンドとかカイロンとかアンドレ・ファーガソンとかアンドレ・デイユとか、あと今年入ってきたディオゴ・モンテネグロとかさ、エリン・パンクスとか、あの辺の選手はまたオリンピアに出るためにどっかの大会出て優勝しなきゃいけないわけなんですよね。だから散らばっていく可能性が高いんです。そうなると、アメリカとか、そのアジアじゃない大会ってすごい激戦区になる可能性もあるし、オリンピア出れる可能性ってめちゃくちゃ低くなると思うんですよ。ただジャパンプロって今年という意味でその世界から選手呼べない、だから初期の頃で言うとブランドンとか呼んだじゃないですか。ああやって多分呼べないと思うんで、日本の選手か韓国の選手か中国の選手みたいなさ、ってなってきたら結構チャンスなわけですよね。日本人にとってもチャンスだし、韓国の選手にとってもチャンスってなれば、今年オリンピアに出たチェ・ボンソクとかリー・ジュンホ、あとはキム・ミンスとか、他にも韓国の選手がいますけど、ああいった選手が来てね、戦う可能性はまだあるのかなって思ってます。だから、ぜひともね、来ていただきたいし、もうなんなら呼んでほしいなって思うんですけど、FWJ さんなのか、どこなのか分かんないんですけどね、管理元が。だから呼んでほしいし、見たくないですか、皆さん。もちろん、その、日本人のさ、ジンさん、竹本さんとか、エドワード加藤さん、佐藤翔吾さんとかまた並んで、日本人だけの中で、2人目のさ、日本人オリンピア選手決めるのも楽しいんですけど、どうせなら、オリンピアに出るような選手と並んで、バトルする。で、勝つっていうのも見たいじゃないですか。日本のところでさ、プロ大会2つあるんですよ。せっかくなら日本人選手じゃない海外選手もさ、見れるのがプロ大会ですから、見たいじゃないですか。ということで、ぜひね、韓国の選手とかには出てほしいなって
思ってますし、まあ、可能性はね、ゼロじゃないと思うんで、楽しみだなって思ってます。皆さんはね、一体誰が出てほしいですか？誰が出たら楽しいと思いますか？ぜひコメント欄に書いてください。まあ、日本人のプロはね、ほぼ出るんじゃないんでしょうか。まあ、東京プロに出て、まだそのオリンピアで戦えないとか、まあ、ここがもうちょっと欲しいからオフ取るとかって決めて、もう今年オフってなってる選手は出ないかもしれないですけど、大体の選手はね、出る可能性が高いと思うんですよ。ビッグチャンスですから、オリンピア出るためのね。なので、まあ非常にそこは注目したいなって思ってます。ということで、まあ以上がね、そのジャパンプロについての話だったんですが、今日ね、もう一つだけ話をね、したいことがあって、サプリの提供をしていただいたんですよ。まあ、サプリもらったんですよね。試してみませんかって言って。まあ、これが案件なのか案件じゃないのかって言われると微妙なところなんですけど、手紙いただいたんで読みます。ハトクマ様、いつもお世話になっております。前回は YouTube でスリムタムをご紹介いただきありがとうございます。今回はスリムタムの脂肪燃焼サプリをぜひお試しいただきたく送付させていただきました。こちらのプロメテウスというサプリは脂肪燃焼、エナジーブースト、食欲抑制、飽満感防止等の効果がございます。おすすめの飲み方も同封させていただきます。SNS とサプリを使用しての実際の感想など掲載いただければ幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。スリムタムジャパン担当ということで、スリムタムっていうウエストシェイパーね、買ったんですよ。プロのね、フルコースさんとかも使われてるとこですね。あれ本当にね、おすすめです。なんか、おすすめのウエストシェイパーとか探してる方は、ぜひ試してみてください。ホールド感がね、めっちゃすごい。なんかこう、トレーニングベルトみたいに、しっかりとこう、ベルトみたいに通して止めるので、安定感がね、抜群にいいです。今まで使ったウエストシェイパーの中で一番いいので、もうあれは本当におすすめです。そんなに高くもなかったしね。で、まあそこのサプリが出たと、脂肪燃焼サプリが出たということで、いただきました。で、まあ、ハトクマね、皆さんもご存知だと思いますが、メタボです。普通のメタボです。バルクアップして脂肪がついて、ディープリーストの昔みたいに太ったっていうよりは、メタボです。なので、まあ、ちょうどいいなっていうので、もらってですね、飲みました。で、まあ、プロメテウスですよ。ギリシャ神話のね、男の神様の名前ですけれども、まあ、効果どんなもんかっていうと、まあ、全部飲んでないんで、まだそこまでなんですが、この脂肪燃焼サプリ、まあ、そのファットバーナーあるあるの、こうなんか胃のあたりが、ぐわーって燃えるような感じ、ムカムカする感じっていうのは、ほぼないです。逆を言えば、そういうのが苦手で、こういうサプリ飲めないって人には、すごくいいと思います。まあ、そういうのがめっちゃ好きって人はね、別のやつの方がいい場合もあるんだけど。で、食欲抑制とか、飽満感防止に関しては、確かになんか飲んでから、なんかお腹が空かなくなったかっていうと、まあ普通に空くんですけど、普通にすぐこうお腹いっぱいになるっていうか、別にそんなにもう食べたいとは思わないな、みたいな感じになりました。これは割とガチです。はい。で、まあ、飲み方とかはね、実際に買っていただいたら書いてあると思うんで、それ見てもらえればと思いますが、まあ、ガーッと胃がムカムカする感じがないし、まあ、なんかその、すぐこうお腹いっぱいになるっていうか、まあ、抑制効果もあるのかなと思うし、まあ、汗とかもね、なんかま、飲んでない時と比べると、結構、まあ、高重量とか、ドロップセットとかしっかりやると、いつもよりこう、ブワーって汗かいて、次マシン使う人が嫌な顔しながら汗を拭くっていうのがね、増えたかなって思うので、割といいのかなとは思いますので、ぜひね、ご興味ある方は、スリムタムのね、インスタグラムまたは公式ホームページから、見ていただければと思います。一応ね、こういう形でいただいたんで、概要欄にも一応リンクは貼っておきますんで、興味ある方はそっちからもね、見てもらえればと思います。ということで、今日の動画はこの辺で終わりです。少しでも面白かったためになったと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録ボタンのクリック、ぜひよろしくお願いいたします。インスタグラムもやっているので、概要欄もしくはインスタの検索からフォローもお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイチャン。